人ごろくしてるけど。今回は鎌ヶ岳を経由して御在所岳に登ってきました。鎌ヶ岳は三口谷ルートを通って登りましたが、進む道が分かりにくく崩落箇所もあり、初心者の方にはおすすめできないルートでした。途中から長石尾根ルートに合流し、鎌ヶ岳からの絶景を楽しんだ後は武平峠を経由して御在所岳へ。帰りはリフト、ロープウェイと文明乗り気を使い、なんとか下山できました。おはようございます。今回はですね、御在所岳の方にやってきました。湯の山パーキングセンターの方に車を置かせていただいて、今日は鎌ヶ岳を経由して登っていきたいと思います。帰りはもちろんロープウェイです。こちらトイレもあります。湯の山温泉駅到着です。ただし上りはさすがに使いません。こちら鎌ヶ岳の分岐ありますが、今日は三つ谷ルートで行きたいので、こちらじゃなくて引き続きこっちです。こちらが分岐点になります。右手に進むと前回登った中登山道になります。今回は画面左側の橋を渡り鎌ヶ岳へ向かいます。最初はですね、川沿いを歩く沢ルートになってます。もしかして楽なんちゃうか。ここ来るまでに結構バテましたね。めっちゃ水がきれい。すごい。ダムをここに入っている形で、はい、分岐の方やってきました。右がですね、御在所岳に行く道になってます。今日は僕鎌ヶ岳の方に行きますんで、この三口谷道、こちらの方を今日は行きたいと思います。わあ、すごい。ダムのところに出てきた。とにかくね、水がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。僕今奥からこっちに来たんですけども、こっちに矢印がいます。ただですね、こちら、違うコースになってますので要注意です。僕はもう少しあっちの方に行くことになります。めっちゃ道が整備されてる。しかも滝がめちゃめちゃ涼しいですね。ここはやっぱめっちゃトラバースだよな。結構危ないな、ここ。やっぱそうやね。この先滑落に注意しましょう。かなかハードな道ですな。なかなかね、ハードなノーボールですね。やってきました。ここはダムの上ですね。ご在所だけ見えます。ロープウェイ。なかなかこうやって近くまで来て、先を撮影できないですね。僕は普段行ってる山では。さすが、玉ヶ岳。すごい。すごい。また滝がある。とにかく多い滝が。ね、茶水が綺麗。すごい。結構な道幅っすよ、これ。怖い怖い。次こちら岩に、示していただいたように、うわすぐ急登、めちゃめちゃ急や、ロープだらけや、 GoPro の撮影角度がありえないことになってます。こんだけ急やったら、滝も多いわ。どう思ったの、ここまで。ちょっと道迷いそうなとこがあったんで紹介したいと思います。こちらですね、道的にはこっちへ行ってしまいがちなんですけど、ですね、こっちですね。で、多分木に、矢印があるのも見えました。こっち沢の方に出ていっちゃうんですけど、行くとこが見えなくてちょっとうろうろしてしまいました。なんでちょっと、迷わずにここは行くようにしてください。こっちです。ここ一番危ない、一番危ないところ。大丈夫かこれ、崩落してるけど。よし、ここから沢を歩いていきます。登山者の方についていこう。なんかもう道か道じゃないかわからんときだ。さっきのお兄さんもおらんなってる。しまった、やばい。どっち行った。ほんまこういう木にマークしてもらってるのとか、こういうの見ると、地図とかヤマップでなかなか次の一手が見えないですね。それぐらいちょっと複雑な道になってます。すごいわ、これ。いいし、ここの滝は一番大きいな、今まで見た中で。すげえ。ジャングルみたいなのでいたな。もう気持ちいい。きれい。はい、こちら分岐の方にやってきました。まっすぐ行くとガレ場、左に迂回すると尾根道。ちょっとさすがに沢歩きは飽きたんで、尾根道に行ってみたいと思います。長井塩根っていうとこですかね。はい。今から行きます。ここか。ちょっと気分変えて。頑張ろう。まだ急だよな。これもまた。尾根を少し歩いたらですね、ちょっと景色が開けまして、なんか砂場みたいなところ出てきました。これは危ないな。おお。地面の砂場みたいな感じなんですよ。滑るんで、ほんま要注意です。天気もいいし、いい感じ。道だけはいい感じじゃないんで、あともうちょっと頑張ります。ああ、景色が開けた。うん、すごい。ああ、これはすごい。これ来たかやった。はい、ようやく鎌ヶ岳到着です。1160m。鎌ヶ岳到着です。もうこれ山頂裏側の岩場には2人ぐらいであればご飯を食べられるスペースがいくつかあります。ただし岩場を歩くことになるので、移動には注意してください。Gravity's in motion. Holding tight, just take me for a ride. Shouldn't be this open. Come on now, just swallow your pride.